ね、衣装は私が提案しました。あの衣装にしようって。そう、衣装が自由だったので私がめっちゃ探しました。衣装好きなので。そう、まあね、なんかね、今日後でメール送るんですけど、書いたので、なんか そう、長文、めっちゃ長い、もう相当、多分ね、今までで一番長いかもしれないメールを書きました。書いたんですけど、ちょっといろいろ、送るか迷うぐらいのレベルで、ちょっと、でもめちゃめちゃ長いと言っても長くないかもしれない。いや、長い。いや、長いんだけど、そんな長くないかな、わかんない。とりあえず、まあ、長めのメールを書いたので、後で、送ります。もう書きました。下書きに書いてます。あそこに書いたんですけど、なんかね、結果は本当に、まあ、良い結果ではなかったんですけど、まあ、マナクルスでせ、ね、参加して予選からなんか頑張れてよかったなって本当に思いましたし、ね、なんか 面白い話なんだけどさ、いや、さ、普通こんな面白い話になるってじゃなかったんだけど、本当面白い話なんだけど、なんかね 私とまなかちゃんがね、コメントの時泣いちゃったんですよ。っていうのも、まなかちゃんが泣いたから、私、まなかちゃんが泣くと思ってなかったから、まなかちゃん泣いてるのを見て、私もなんか、すごい感動しちゃって、泣いちゃったんですけど、本当に私、自分のことで泣くことってないんですよ、あんまり。まあ、卒業公演とかは、まあ、自分のためというよりも、まあ、人のためというか、その卒業の子のために、泣くというか、涙が出るじゃないですか。でも今回は、こう、なんか悔しいの部類が違って、なんだろう、結果が悔しいわけじゃないっていうのも良くないのかもしれないんですけど、なんかね、結果が悔しいんじゃなくて、なんかできなかった自分が悔しいっていう気持ちが初めてで、なんだろう、それですごい悔しかったんですけど、なんか で泣いてたの私はね。でもなかちゃんは普通に頑張ってくれて、なんか言ってたんだけど、その選曲とかいろいろありがとうって、間違えちゃった。間違えてない。まなかちゃんはね、いっぱい教えてくれたから間違えてないんだけど、何も間違えてないんだけど、でも間違えちゃったことに対してとか、でも諦めないで頑張ってくれてありがとうって泣いてくれたんだけど、はーちゃんはね、泣かなかったじゃん、あの時。泣かなかったじゃんってか、泣かなかったの。でも、なんか、いや、私が一番最初に泣いてたよ、みたいな。言ってたの。え、何？なんで？なんで？って言ったら、さよならの前にの曲がかかった瞬間にもう涙目になって泣きそうだったみたいな。まあ、泣くのや、泣きそうだったから涙は出てないんだけど、出てないっていうか、出しちゃいけないと思ったけど、私はさよならの前にがかかったところで一番もう泣きそうだったよって言ってて、で、映像見返したのさ、そしたら本当に泣きそうになってて、あーちゃんおもろって思って、はーちゃんは泣いてはないけど、一番最初に泣きそうになってたよっていう。なんかそしたらその映像見たらなんかね、緊張で吐きそうな人みたいになってたの。みんなにはそう見えてたかもしれないんだけど、本当はあれ泣きそうだったんだって。面白いと思って。ね。はーちゃんおもろってなった、それで。めっちゃおもろいよね。面白かったなーって感じです、それが。いいね、なんか優しい、みんな優しくて、なんかね、そういう歌、まあまあボロボロだったんですけど、まあ悔しいぐらいね。でも、なんだろう、ひななさんとかが見に来てくれてて、なんか楽屋戻った、ランちゃんも来てくれたんですけど、ランちゃんはずっと客席で見てたんで、まあすぐ終わった後すぐに喋れなかったんですけど、なんか、ひななさんは、が楽屋に戻ったらいて、なんか、よかったよって言ってくれて、なんか、本当によかった、出てよかったなって思いましたし、楽しかったです。楽しかった？楽しかったのかな？ まあ楽しかったです。よかったです。菊池もまなかちゃんと大丈夫。そう、私がね、もう、さよならの前にで、ね、ハモリを外しちゃって、盛大に。いや、もうなんかね、諦めちゃったのよ、私途中で一箇所ね、歌う。もう諦めんなって言われてたんだけど、ちょっと無理で諦めちゃってて、時に、次にすぐにハモんなきゃいけなかったから、大丈夫ってまなかちゃんがね、こう曲中に声かけてくれて、なんか、ね、よかった。インスタグラムの写真もひなし、そう、インスタグラムに今日今さっき載せたので、みんな見てほしいんですけど、あれも、ひななさんがね、撮ってくれたやつなので、みんな見てほしいです。そう、貴重な経験、そう、ひななさんいい人なんですよ。でね、その後に、ランちゃん、公演後もね、終演後に、ランちゃんが楽屋にいて、なんかもう、最初に見た瞬間、
目が合った瞬間もう抱きしめてくれて、なんかよかったよって言ってくれて、なんか本当によく、あのなんかね、見てくれてる人もこうなんかこうよく言ってくれるのがすごく嬉しかったなって。あとそうね、なんかそう、私たちはなんだろう、順位、なんで今回順位に対して悔しいって気持ちがないのかっていうとですね、でも私たち3人とも8位になっちゃったことに対、なっちゃったっていうか8位なことに対して、まあ、まあもちろん悔しいんだけど、なんだろう、そんなもうそれに対して泣くほどの悔しいって気持ちじゃなくて、なんだろう、それはなんでかっていうと、決勝に行けたことに私たちすごい誇りに思ってて、なんかそう、前回予選でもう決勝に上がれたことが、なんだろう、もうすごいね、私たちにとってのなんだろうな、こうモチベーションというかになったので、今後活動していく中でのなんか、まあ、決勝に行けたことがそもそももう私たちにはもう1位を取ったぐらい嬉しいよっていう感じなんですよ。だからすごいね、8位を取ったことよりも、でもさっきも言ったんですけど、やっぱできなかったことの方がもうなんかその8位って言えるほどのパフォーマンスももうできなかったなって正直自分的にはもう思っちゃったので、なんかそれが悔しいところだなって、悔しいところはそこです、私の。そう、でもあのステージで歌うことができたことがもうすごく私たちはいい経験になったので、まあもう次回参加するかも分かりませんが、まあ、今回はとりあえずまあ良かったなと思います。本当に、てかマナクルスで参加したことが本当に良かったなって思いました。しかも初めてのこのユニット戦にこうちゃんとこうなんだろう、前向きにというか真剣に全力で取り組めて本当になんか、まあ、楽しかったですし、なんか楽しかったっていうか、なんかもう青春でした、すごい。練習の時間とか楽になっちゃった今。そう、なんか本当に良かったです。青春できて羨ましそう確かにね、よかったです、よかったです、ありがとうございます。みんな優しい。しかもさ、私たちがさよならの前にでさ、ラー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 好きだよっていう時にさ、この手をラーって言ってたの、したらね、皆さんも手振ってくれてて、なんかあったかい気持ちになりました。ね、本当に AKB ファンのいいところ、そう、本当に AKB ファンのね、てか今回に関してはグループ AKB ポテトグループのファンの方って本当に優しいなって思いました。昨日卒業式だった、おめでとう、同い年だ、一緒に卒業しましたね。そうでも本当に思うのは、もうお風呂の時間も寝るギリギリまでもずっと聴いてたあの2曲を、きっと今後はもうそんなにというか、まあ自分自ら聴くことはね、なかなかない曲じゃない。あ、トリプル A の歌はまあトリプル A が好きなので自ら聴くことありますけど、まあ、マッツはあんまり自ら聴くことって、まあ、私の世代はないじゃないですか。だから あもうないのかなって思ったらなんかまあ、なんか名残惜しくも感じますけど、確かに同期だからこそね、気兼ねなく意見が言えるもんね。そう、本当に同期だからこそね、分かってるしお互いある程度はね、でそう言いたいこと言えるし、よかったです。こう最後の給食なんか、ね、食べれなかったのに、美味しかったですか、食べれなかったです。
アップルミュージックない、私入れてなくて LINE ミュージック入れてるんですけど、 LINE ミュージックにアミンさんのやつは入ってないです。なんかね、私短い期間だったっていうのもあったんですけど、まあね、それがねきっと皆さんには言い訳にしか、できてるから、みんな何と言ってもそれができてるからね、みんなが何とも言えないんだけど、そんなねあれなんだけど、今回初めてね、私とはーちゃんに関してはハモリというか、なんだろう、皆さんにね、最近になってすごい歌上手になったねって言ってもらえることが増えたんですけど、そう増えたんですけど、なんかそもそもが上手かったわけじゃないんですよ、本当に。これは本当にね、なんだろう、歌に関しては多分 AKB に入ってから、まあ踊りは私は意外となんなく、まあちょっと練習すればできるっていう正直感じなんですけど、でも歌はね本当に下手くそだったので、正直ね。そうで、はーちゃんもねそう言って自分で言ってて、意外と歌に関してはね、まあまあの練習をしてきてのこれなんですよ。だからこそ、なんだろう、急ハモリとかはもう一緒じゃないですか、やっぱまあまあ練習しないとハモリって、なんだろう、今までずっと歌が上手いとかさ、そういう人だったらまあまあ多分あるんだと思うんだけど、そうでない人には本当に難しいことなんだなっていうのをもう自分で相当こう、なんだろう、自分で体験して、なんかそれがね、こんなにできないんだってなってもうね大変でした、それがね。そうです、それです。だからまあ期間もそうですけど、なんだろう、まあちゃんとハモリができるようになるのはもっとね、劇場でそれこそ歌はずっと歌ってるからこそ上手くなったりしたと思うので、劇場での回数を重ねることによってね。だからこそこのハモリは練習する機会がね今まで一回もなかったから、なんだろう、この予選の時もほぼハモリしてないですし、今回もハモリは急にやるってなったので、どうしてもね、だからなんか、もっと気持ちよく歌いたかったけど、やっぱこう練習、その私たちは多分この期間の中ではめっちゃ頑張ったんだけど、やっぱ私たちがやんなきゃいけない量は本当はもっとあったんだろうなって思いました。だから時間のせいにしたくないけど、まあ、練習が足りなかったんだなって思います、普通にね。そう、本当にそれです。もう練習量がまあ足りなかったなって思いますね。難しい言い方、練習量が足りないって言うと練習してないみたいになりますもんね。違うの、この期間内では多分最大限もう全部の練習をしたの、わかる？この最大限はもう全部、もうこの最大、この期間にできることはもう全部やったんだけどってことなのよ。わかる？伝わるのかな？伝わらなかったら嫌な方向に捉えられるよね。まあ仕方ないか。そういうもんだよね。全部は伝わらないものだよね。もうちょっと練習したかったなって思う。普通に。もっと練習して、本番立ちたかったな、練習してっていうのは期間、なんていうんだろう、期間の話ね。楽しく歌えたのかな、わかんない、もう楽しく歌えたすくことすらもわからない。楽しく歌えてないかも、もう緊張ってか不安でね。伸びしろですねって、もう参加するかわかんないですよ。わかんない、もう相当今回は
だって次回もこんな感じかなって思ったらちょっと怖いですよね。だって練習して上手くなるものになります、歌は。いや、あまりにもあのなんかね、わかんない、慣れると思う。歌は私はまあまあ練習してから上手くなりました。上手くなってて今ぐらいになれたので。だから歌は練習、歌はというか、まあ、人それぞれ全部だけどね、向き不向きがあるわけですから。私の場合は歌はうまく、あの練習すればうまくというか今ぐらいになれたよって感じです。そうだからいい、だからね、わかんないけどね。くるるんが憧れている歌い手さんとか、歌い手さん、私トリプル A が好きなんですよ。それで言うとだからトリプル A の宇野美沙子ちゃんが好きなので、なんか歌えてよかったです。はじめまして、ありがとう。いろいろありますよね。前から上手だと、じゃだなと思ってます。嘘つけ。前はお世辞でも上手くなかったわ別に。うまくはなかったんよ前からね、私前より。日暮らしめっちゃ好きです、ありがとうございます。さよならの前に聞くと切なくなります。確かに、なんかそれこそ君にあのさよならの前にの歌詞がちょっとうちらに当てはまってて、うちらの16同期っていうことに。なんかまだ終わってないよね君にさよなら、あのさよならの前にって、なんか途中さよならをほぼに告げるまで一緒にいのが好き、まあ、そうなんだよね。さよならの前の歌詞って思うとめっちゃ感動だよね。2番のさ、同じ笑顔を何度も見るみたいに共に過ごした今日までの時を思う、君のセリフや流した涙の意味を受け止めてたら違う景色たどれたかな、終わりが怖いなら始めなければいいと、出会う前の僕らなら信じてたね疑いもせずに、っていうのがさ2番の歌詞が相当私は来ましたね。なんかね、同期の歌だなと思ってた。同じ笑顔みたいな、そこ何度も見るみたいに共に過ごした今日までの時を思うの、このフレーズがもう相当わー同期の歌やなって。これはねはーちゃんとも話してた2人で、これはね。あとサビね、2番がだから私的にはすごく良かった。君にさようなら告げるまででいい、誰よりそばにいてほしい、そんな二人の結末を知っても出会えてよかったと思い合えるまで、よくないですか。あれこれ音合ってるか分かんないけど、これよくないですかね。いいって、待ってこの歌詞めちゃめちゃいいやんってなっちゃった。そうそうなのよ。あと落ちサビね、うちらはねちょっとこれは今までちょっとマイナスの話ばっかりしちゃったからプラスの話するんだけど、プラスの話するんだけど、あのその落ちサビ、その後の君にあの落ちサビって言って落ち着いてる、ちょっと
あのおサビって上がるじゃないですか。でもその落ち着いてるサビがあるんですけど、最後に2番が終わった後ね、あのはーちゃんから一人で君にさようなら告げるため僕らで、次私があんなに愛し合ったのかな、で、まなかちゃんがそれが二人の結末としてもって言ってたら、次私が好きだよって君に伝えたいの部分はもうハモリもないのでみんな相当やりましたよ、頑張りました。そこは自信持って聞かせられる人にそこはね、そう、いや違う、ペンライトをケチャするところが、あ、そこかな、そこかな、そうかも。まなかちゃん審査員特別賞おめでとう。今連絡しとこう、さっきも連絡したけどさ、まなかちゃん今携帯いじれないから、ラップのところもね、2人が頑張ってくれたからラップ私はできないからあのね、ふざけてならできるんだけどね、なんといっても本気でやるとちょっと噛んじゃうので、そんな感じですね。まあユニット戦は参加して、まあ、よかったなと思う、まあ、最終的に総括ね。モナクルスで打ち上げするの、どうなんだろうしないかないつでも会えるからね、だってしかもモナクルスでね、いっぱいカラオケとかご飯も行ったから、なんか何とも言えないもう何回か打ち上げみたいなのしちゃって、わかんない、ユニットは参加するかもう本当に不明です、わかんない、やるかな、メンタルが持ったらやります。ゆるゆるカラオケ大会だったら出ますよ。ゆるゆるカラオケ大会ならみんな出るでしょ楽しいじゃん。あ、風に香る夏の記憶も歌ってほしいって、あれいいですよね。くるるん MC のアニソンカラオケあったなってね。でもそれ歌ってないです私、その後のなんか昭和カラオケソングだっけ、なんだっけ忘れた、歴代カラオケソングだっけで花水木歌った、懐かしい。ゆるゆるいいよね、ゆるゆるカラオケ大会やりたいよね、昔 AKB やってましたよねえ、私10時以降ダメだよまだ、あと45分、あと15分だ風に香る夏の記憶思い出は遠き様で、高っこの歌、どんなゆるゆるカラオケ宣言、でもゆるゆるカラオケはさ AKB の曲だからさ、なんだろう
何歌うかな。何歌おう。AKB の曲だったら青臭いロック、青臭いロックの負けな、あんなに叫び続けて戦った情熱はどこに消えた、ハウったマイクのせいかしらけてしまった僕は。ね、鼻声すぎない？私もうさ、花粉がやばくてさ、あとさ、私昨日のさ、そのやつでさ、もう大好きになっちゃったんだけどさ、あの歌ね、もうベテルギウス大好きになっちゃったんだけど、なんかあの3人が歌ってるベテルギウスがよくて、もう苦しい、鼻声でちょっと死にそうなんだけど、鼻声ってか鼻そう。ベテルギウスめっちゃ好きだったんだけど。僕ら見つけ合ってた国あって同じ空、輝くのだって負担にだって誓っただろう、遥か遠く終わらないベテルギウス、誰かにつなぐなら、ダラララダラダダラダラダダラダダラ、花粉症花粉症、ダラダダラダダダラダダダダダラダダラダラダダラダダラ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 ダ。ベテルギウスっていつ爆発してもおかしくなりそうなんだ。ベテルギウスって星ってことだよね。星なんて言うんだっけ、そういうのって、隕石なんだ。でもベテルギウスはめちゃむずいよね。ねえ、マジでよかった。あの歌普通になんかもう好きになっちゃった。だから低音が出るのがかっこいいって思った。ベペペアベベベテルギウス、バビブベベテルギウス、太陽と同じ種類の星。そうなんだ。本家がさ、ユーリさんですよね。私よくカラオケで、あれ私毎回あれかくれんぼじゃなくて、ドライフラワーだ、ドライフラワー毎回歌う、もうとカラオケ行くと。だからこれからベテルギウスも入れます。これからカラオケ行ったらベテルギウスも歌います。クルルも低音頑張ってたね、頑張ってた低音ね。さよならの前に意外と低くて、あのエメロが同じ映画を何度も見る、見たいに低いんだよ。でも出なかった、緊張して最初。クルルンとカラオケ行ってみたい、ずっと歌ってるよ私。やばい、30分やるって言ったのに30分過ぎちゃった。もう終わりにしよう。え、下ハモは私もうハモリはやらないって決めてるので、もうハモリは絶対に歌いません。やばすぎ。ここ数日でクルルンの推しになりました。なんでここ数日なんか私してたかな。ありがとうございます。なんかを見てくださったんですよね、きっと。嬉しいです。ごめんなさい。こんな感じだと思ったかな。で、今日さ、なんかメグさんの生誕 T 着てるんだけど、これいつのだっけ？なんかね、相当前のメグさんの、なんかロング生誕 T っていうか、ファンの方が作った生誕 T シャツを着ちゃってます、今。今日これずっと外歩いてた、これで。やばすぎ。今日は本当にこれで。これを、今日はこれでした。今日一日これを、これが私服と化してました。あ、やっぱりいいと思った。これそう、オメグさんの T シャツなんですよ。
これなんでもうずっと着てる。おしゃれだよねこれ。ロンティーよね、私ロンティー大好きだから。これで外歩いてた。私ね普通に生誕、あとあのよくあるのがあやまさんの10周年アニバーサリーのさ、あのイベント参加させてもらったんですけど、そのあやなさんが作ってたロンティーもよく着てる。あ、私服で着れる生誕ティー作ったし、ごめんね、いつもくるみ私服で着れないの作って。あ、そう、これおめぐさんがいっぱいいるんですよ。あ、そうだよね、これおめぐさんで。あ、でもなんかね、いろんなおめぐさんがいる。おまめさんがいるの。おまめぐ、そう、これもう可愛い。あ、こっちに、こっちの方が分かりやすか。いろんなおまめぐさん、そう、着てて可愛いでしょ。これもだからずっと着てます、私これよく。今日もずっと着てた。あれ、なっちさんの T シャツなんて当たり前のように着てるわ、あれ。私は知らないのみんな私あのレナッチさんが表にめちゃめちゃ書かれてる T シャツをあのまま着てんだよ。あとピンクと青のさ、あのなんだっけ、あの名前が出てこない、あれ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 、卒業グッズの T シャツもう普通に着てます、私。すごいでしょやばいでしょ。当たり前のように来てんだから私そう、私多分ねメールとか見てる人はねよく知ってると思う。私めちゃめちゃね格好がダサいのでそう、あのモバメにちゃっかり写ってたりしますよ。多分モバメの今レッスンしてるよみたいな写真とか、多分 T シャツめっちゃ写ってるから。アップルカットやばいんだけど。まあ楽しいんでオタ活してますわ。いいね。自分がさ AKB だからさ、もうなんだろう、勝手にオタ活できちゃうっていうかさ。もうレッスンでさえおたかつ中なんですから、いいでしょう、みんな羨ましがってくださいやばすぎマウント、私メンバーと喋れちゃうからいいでしょう、無料で。ごめんなさい、なんかなんなら連絡とか取れちゃったりとか、だからあっちからなんか写真喋り、写真喋りとか私何も喋りかけてもらっちゃったりとかしたりとかしたり、写真撮ろうとか言われちゃったりとか、そんな、まあとりあえずいろいろしてもらえるっていう、ごめんなさい、なんかごめんなさい。でもたまに思う、私昔めっちゃ本当に私ってすごい AKB 好きだったんですけど、昔はというか、あの入る前から AKB が好きだったんですけど、本当に今こんなになんか AKB のメンバーと喋ってていいんかなって思っちゃうレベルで、はい、本当に私なんかふと思うんですよ、そうやって。なんかね、自分幸せだなってなります。すいませんうざいですよね、さすがに。やめます。あやなのイベント、あやなさんのイベント出たいです。ぜひまた皆さんが言っといてください、くるるんが出たいって言ってたよって。だってさ、どのメンバー見ても私知ってる人しかいないわけですよ。だってもう AKB 入る前から見てる人なんだからさ、やばくないって思わない？すいません。ということで皆さん、あのはい、それで、あのお知らせなんですけども、今オンラインお話し会のお弁、受付が始まってますので、ぜひやってみて、あの応募して、応募での受付が始まってるので、ぜひチェックしてください。そしてあのレーベルが変わってですね、今まではねキングレコードさんにずっとお世話になっていたんですけど、今回からはユニバーサルミュージックさん、はい、
ユニバーサルミュージックさんに変わったということで、皆さんこれからね、よろしくお願いしますって感じなんですけど、すごいね、キングレコードさんはね、私 MV も何回か撮らせていただいてて、こう本当に感謝しているので、なんだろうね、本当に悲しいんですけど、これからも頑張りますのでよろしくお願いしますということで、ちょっと時間がやばいので先に終わらせます。あれをランキング発表ごめんなさい、ギリギリになっちゃって。13位の方からいきます。13位の方、月曜からひろたむかっこかりさん、ありがとうございます。イエン。12位の方、かっくんさん、ありがとうございます。イエン。11位の方、みなみさん、ありがとうございます。イエン。10位の方、ぽぽちんさん、ありがとうございます。イエン。9位の方、カッティさん、ありがとうございます。イエン。8位の方、まーちゃんさん、ありがとうございます。イエン。7位の方、しげキングさん、ありがとうございます。イエン。6位の方、ジェイエットマーク、ノーバディーノーズさん、ありがとうございます。イエン。ノーボディーか、間違ってるの私。5位の方、タツさん、ありがとうございます。イエン。4位の方、高弘さん、ありがとうございます。イエン。3位の方、アピサピさん、ありがとうございます。イエン。2位の方、キヨピさん、ありがとうございます。イエン。1位の方、タッティさん、ありがとうございます。イエーイ。ということで皆さん、今日も見に来てくれてありがとうございました。多分10時までしかできて、30分しかやんないって言ったのに45分ぐらいやっちゃいました、すいません。ということでこの後ちょっとメール送りますので、楽しみに。最近2通送ってるんですけど、届いてんのかな。ということでまたお会いしましょう。じゃあ今送っちゃおう先に。あ、インスタも載せたので絶対チェックしてくださいね。いいね待ってます。そしてその本当にお話し会もあるので、皆さんぜひ本当に待ってます、来てください、お願いします。ということでちょっとまだ2時58分ですけど終わりにしたいと思います。じゃあまたお会いしましょう。皆さんまた配信します。ということでバイバイします。配信切ります。ということでまたいい夢見てください。配信切るまで3、2、1。